星のカービィディスカバリーやっていきましょう。さあ、前回からの続きですね。次、始まりの地をクリアしたので草原のビルディング、クリアごとにステージ切り替わるごとにこのモードを切り替えられ難易度設定をできるみたいですね。まあでも前回春風モードでやりましたので、今回ワイルドモードでこちらチャレンジしていきましょうかね。はい、お、今回から本格的に敵が登場していますね。前回はですね、チュートリアルということでカービィのねアクションとか新しいね、頬張り変形とかね、いろいろやりましたけどね。で、出てくる敵も、従来の、プランドのね、敵だけでしたけどね。今回からビースト軍団、ね、謎のビースト軍団が、しっかりと出てきてますね。ね、吸い込んで、この敵同士をぶつけ合うっていうね、相変わらずの、えぐい戦法ですね。おつぼみを攻撃するとコインがもらえる。赤コインなんかチューリップを5本咲かせる。ああこういうミッションもあるっていうことですね。お前だ。今回勝ったお手に。おいいね、ちゃんとコインも取ってきてくれる。前回のあのボムは結構ね有効性がありましたけど、あの自動的に爆発しないっていうね。ただあの自動的に爆発しない代わりにリモコンのあのリモコン爆弾ではないので、誘爆させないと発動しないっていうのはちょっと難点ですよね。お、ケーキがありますね。体力回復。おった、危ね。浮いてる敵だって一網打尽ですね。これはな、あ、コインあったね。一応フィールドが簡単に表示されてましたけど、コインとかのこの獲得率とか後々製品版ではあるのかな。頬張る、お、頬張り変形のサインが出ましたね。これまずは能力捨てなきゃ。これか、短期頬張り、ジャンプ、ガンショット。あ、ジャンプできるんだ。ジャンプは一応できるんだ。ガンショット。あ、ちょっと誘導性があるね。おった、危ね。誘導性があるんだ。おっと、ただこれ、しっかりと弾数があるんで。塗りカーベー、つってね。しっかりと弾数があるんで、ああこういうちょっと硬いブロックとか潰せるみたいですね。あとあそこの明らかにもうあそこ潰せますからね。じゃあちょっと待って、もう終わった、あった頬張り変形で一旦戻って、確か壊せないやつ、確かここら辺戻ってなかったっけ。なんかどっかで見たような気がするな。ないですね。え、ないですね。石蹴飛ばしたら出てきましたね。ちょっと小石を蹴飛ばしてね。ないな。まあさすがにまだ
体験版だし、そこまで細かくはないか。じゃあ行きましょう、この塗り壁でね。おっと、ちょっとキャプチャーボードの調子が大丈夫か。開始した。お、やったぜ。あ、ここで次のとこに行くのか。これは壊せない。あ、なるほどなるほど、缶は後で拾えるっていうね。あー、くそ、どの道自販機はここまで。どっちかルートが分かれてんのか。なんかいるな。なんかいるな。あ、でも上は別にあれか。吐き出してくるやん。全部出して、あ、消えんのか。置いてって取るとどうなるか。あ、多分これで体力回復できるのか。一応体力回復もできるのかな。あの、もう体力満タンなんですけどね、ちょっとわかんない。お、ガシャポン、星のカービィ、ガシャポン、星のカービィ、ガシャポン見れんのか。あ、ミッション書いてある。スタート、プラスボタンを押したらですね、ミッションちゃんと見れましたね。ワドゥルディを助け出す、チューリップを5本咲かせる、ビルのシャッターを壊す、はてなはてなはてな。多分あの一番下が、赤いコインをゲットなんでしょうね。あれボスだな。あ、ボスじゃない。吸い込んだ。コピーじゃない。何なんだあいつは。あ、あれ、ちょっと試してないんですけど、もしかしてあれでも、シャッターを壊せるあれだったんでしょうかね。あいつは一体何なんだったんでしょうね。シャッター壊し要因だったんでしょうかね。あ、おっと、キノコから埴輪に、お、ボムですね。今回もまたボムが大活躍だね。今回ボムダメージ、ダメージなくても、あ、ダメージ食らわないのあれいいですね。今までボム、あの、爆風自分もダメージ食らってましたからね。あ、ストップだと普通にこの投げるんで、で長押しだとこうやって距離が測れるんでね、遠くに投げられるし、十字キーを押しながらだと転がすってね。お、あれ、ボム持ったまま頬張り変形できたぞ。あ、じゃあ今のカッター捨てなくてもよかったんじゃない。あ、これだけで、なんで3つもただあるだけかな。なんだろうね。ね、キャプチャーボードは大丈夫かい。キャプチャーボードは古いやつなんでね、怖いんだよね。外付けのキャプチャーボードだからさ、どのパソコンにも付けられる感じに、パソコンのスペックに頼らなきゃいけない。かぼちゃ、かぼちゃ、やったぜかぼちゃ。チェックポイント、ね、こういって、こう
あ、くそ。綺麗にいかなかった。綺麗にいかなかった。イエース。一応ですね、A でもジャンプできるんですけど、B でこのこれを三角こ地面頭突きをするんですけど。ジャンプの代わりに使っちゃうね。これ赤のやつって、あ、でもハテナハテナハテナ、赤のやつじゃなかった。お、お、お、上がった、上がりましたね。なるほど、次こっちっていうのね。こっちにも行けるし、下にも行けるね。あ、吹き出すビルに、あ、あれか、あれが一番下か。あー、なるほど。ワドゥルディを、助ける、ね、この普通の、普通に、分かるミッションと、ビルのシャッターを壊すとか、吹き出す、水に乗ってビルの上のテラスへっていう感じで、隠しミッション、隠しミッションみたいな感じであるんですね。赤コイン関係なかったね。こう言って、こう！やったぜ！今度はうまくいきましたね。で、こっちは何もあれない。頬張り変形は基本的にコピー能力を持ったままでも大丈夫だ。あれですね、突き刺し。だったら今後このコピー能力を持ったまま頬張り変形、をするっていうこともあるの。あ、能力落ちてる。じゃあ今回こっちで行きましょうかね。ボムはボムで結構ボス戦、うろちょろ動き回るボス戦には役に立ちますけどね。さあ今回の、敵はおっと、ボス、ザコラッシュ、ザコラッシュ。あ、本格的なボスが現れたぞ。おう、あー、超ガードされた。後ろがガラキだぜ。お、勝った、強い。あ、え、あ、しまった、しまった。あ、ソードだ、やったぜ。みんな大好きソードですよ。ワドルディを助け出しました。これで一人目ですね。じゃあ次の、エリアに行きましょうか。第2で、カッター強い。カッターはね、あ、カッターはね、投げて遠距離、近くで近距離ね、結構優れたやつですからね。じゃあカッターの方が良かったんじゃねっつって。そうだな、カッターの方が良かったな。またカッターが見つかるといいな。あれ、カメか、なんなんだ君は。あ、こっちの、おお、
カメがあそこにいる、ビーストが寝てる、寝てる子はまあ起こさなくていいだろう。で上に行くと何だ、お新たな頬張り変形、これは何かな、開ける、そういうのだけ、あー失礼頬張り変形は別に頬張って武器になる、武器になるやつを頬張るだけじゃなくて、こうやって謎解きをするだけ、謎解きをするためだけに頬張るパターンもあるんですね。これ看板落とせない失礼、看板これ落とせない、落とせない、落とせない、看板落とせない、看板落としてバターンじゃない、悲しいな。さあ、あの亀みたいなのが上にひびが入ってるっていうことは、どっかにコーンがあるはずですね。しばらくあれにしよう、あ、あったあった、ソード対勝った、あ、蘇った、あ、そうなの、君そういうやつ、頬張り変形、三角頬張りで、君の命は今俺の手の中にあるんだよ、分かっているのかい、じゃあバイバイ、悲しい、えっこれでワドルディを3人助けました。あ、まだ頬張った、面白いし、頬張り変形で遊ぼうぜ、いいね、でもここまでな、あ、登れた登れた普通に登れた、ここまでなんだよねっていうことしたんだけど登れた、おー、いいねいいね、三角頬張りはこうやって階段にいる敵とかなんかはね攻撃しながら、進めるからいいですね。 そう考えると三角頬張りはいいんじゃないか、あ、いた、でもあれあいつ、あいつ悲しいなあいつ悲しいなね、せっかくね、使命を果たそうとしたのに勢い余って落ちちゃった、自ら落ちていっちゃった、悲しいよね。あー、でっかい、でかいっすね。あ、アタッカー効かない、あー、ほいほいほい、こんな感じです、ね、これは食えない、君それは食えない、アタック、ダメなの、あ、なんかあるな、あそこがクリアみたいですね、ガシャポン、チューリップ2つ足りないな、2つか、うん、まあいっかあ、一応あいつがこのステージ あのボス枠だったのかな、ボスでいいのか、あ、普通に取っちゃった、まあいいや、はい、ステージクリアとなりました。チューリップだけね、5本咲かせられなかったんですけども、おー、はいはいはい、本当にガシャポンだったね、
カービィ、お空に現れた謎の渦に、飲まれた、ポップスターの星のカービィ、気がつけばこの新たな世界へとたどり着く。渦の中で不思議なパワーに目覚めたカービィは新発見でいっぱいの変幻自在な旅に出ます。本当に変幻自在だね。変幻自在ってそういうことだったっけ、そういうことだったっけってちょっと思うんですけど。マキシマムトマト、一つ食べれば体力全開、栄養満点のマキシマムトマト。この世界にも謎の渦を通ってきた、通ってきたのか、最初からあったのかわからないが、ビースト軍団たちも美味しくいただいている人気のデザートのようだ。大人気だね。マキシマムトマトの間ではこの、敵も味方もないよって。素晴らしい。あ、これこういうのもあんだ。三角頬張り、謎の渦の中で身につけた頬張り変形、新世界で発見したこんな三角を頬張ればとんがりボディに大変形、大地やパイプを亀裂めがけて、とんがりヘッドで打ち砕こう、いいですね。こういうちゃんと変形パターンもね、フィギュアとして、集める要素があるということですね。はいはい、というわけで草原のビルディングクリアいたしました。ですね、この次はですね、モールに響く雄たけびというのですが、明らかにこのステージのこの色が違うということは、これがこのね、一連のステージの、ボスステージになると思うんですね。ね、もうしっかりとシルエットも出てますが、じゃあね、これは次回に取っておくといたしましょう。それでは今回、この辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。